です。ちょっとね、仕事が忙しくなってきましたので、お絵描きは当分お休みです。この間ね、世田谷区のね、三軒茶屋とか、あとね、西大志堂のね、すぐ近くにね、最近オープンした、あのマツコデラックスもね、訪れたね。いちびこさんへ訪れました。ここはなんとね、磨きいちごのね、いちごしか使ってないいちごのスイーツ専門店よ。やばいっしょ。今ね、みんなね、これを求めてね、すっごい行列できてんのよ。1時間半待ってよ、ワンちゃん。このね、かき氷の中にもね、磨きいちごがいっぱい入ってて、それでね、生クリームとね、この磨きいちごのジャムがぶっかかってる。磨きいちごっていうのはね、食べる宝石と呼ばれてるのよ。あの、被災地のね、復興の一つとしてね、宮城県のね、山本町というところで生まれたいちごで、なんか上質なね、複数のね、品種のね、いちごをね、まあ、合わせたね、統一ブランドだそうだよ。産地からね、製法、あと流通までね、一貫してね、管理した、とてもね、あの、高級なブランドだということで、それがね、1300円でね、食べれるから、すげえってみんなね、押しかけてるのよ。で、ファンクさ、あの、下町育ちじゃん。かき氷で1300円っていうのが、ぶっちゃけた意見なのね。で、食べてみないとわかんないじゃない。でさ、この、食べる宝石だって、いちごでしょそういうね、ノリでね、ちょっとね、訪れたんで、あの、その後ファンクがどう変わったかね、後でお伝えしたいかなと思っております。それでね、このね、でっかいかき氷はね、抹茶といちごあるのね。それでさ、どうせさ、撮影するんだったらさ、ね、ここ、いちごがメインだから、このね、あの、かき氷、いちごを頼めばよかったと思うんだけども、で、釣りもね、一緒に訪れてたんだけど、あ、こっちの方がいいんじゃないって言ってくれたのよ。そしたらね、いや、こっちすごく美味しいって言うから、君にね、ぜひって、撮影しながらさ、せっかく二人でこう訪れてるからさ、ねえ、かき氷2種類あるんだったら、ねえ、別々に頼むのがいいかなと思ってね。なんか抹茶の方頼んだのね。でも、撮影いいの?って言うから、いや、君が喜んでくれればいいから。っていうことをね、しつこく何回も言ってたのね。したらもう後半ね、はいはいって。ね、言い過ぎはね、作為が読まれるね。最近ちょっとさ、ね、デート遅れちゃってさ、怒らしちゃったのよ。で、ドントタッチもずっと続いてるじゃん。だからさ、ね、ここで一発さ、ご機嫌取っとこうかなっていうのがね、あ、ファンク、あい。あまりね、言い過ぎちゃダメだっていうのは分かってたのよ。でもさ、ね、撮影よりもね、君のが大切だからっていう風にね、ワンクが考えてこういう風に行動してるっていうのをね、読んでもらいたいなっていうあ、ごめんなさいね、やらせて。本当に分かってんのかなと思って何回も言ってたらさ、気使ってるっていうことを、ね、私に分かってもらいたいってこと、まあ、気使ってくれてるのは分かるけどさ、しつこいって言われた。やりすぎダメね、何事もね。それでね、ファンクね、抹茶の方食べてみたんだけど、いや、抹茶くそうめ。いちごの方食べさせてもらったのね。かき氷のさ、底にさ、この磨きいちごがさ、何個だろう。7個とか8個ぐらいかな。めっちゃ入ってんねん。これマジでって。ファンクね、この、磨きいちごっていうの初めて食べたんだけど、甘いんだけど、しつこくない甘さなのね。
ファン君こんなイチゴになればよかったのよ。ねえ、さっぱりとね、行けばよかったかな。強引に結びつけてみたんだけど、ごめんなさい。うん、でもね、この磨きイチゴってね、甘いんだけど、すごくさっぱりしてんのよ。あ、これは、お高いわね。ねえねえ、これさ、かき氷じゃなくてブロッコリーじゃねって言ったらさ、それが、ん？ちょっと見て、これは受けた。でもこの日はこの一発だけだったかな。続いてはね、いちごのね、チョコチップクッキーとね、いちごのプリン、そしてね、いちごのお山ショートを注文しました。あのさ、美味しそうなんだもん、ショーケースに並んでるね、これらがもう光り輝いててね、マキちゃんね、ショートケーキ大好きなのよ。これ食べずには帰れない。それでね、ショートケーキふわふわにね、いちごはまあマッチするわね。生クリームも甘さ控えててね、あ、いちごってこんな美味しいんだってなの。やっぱりお高いのね。それとね、このね、いちごのプリンがね、あ、まあ、いろいろ食べた中で一番うまかったかな。このね、いちごのジャムとね、プリンは引きよ。ほんと引きよよ。それとね、いちごのチョコチップクッキー食べるときにね、ワンクが常にね、これってさ、この、チョコチップの部分、犬の餌で似たようなのないって言ったらさ、なんでそんな例えしかできないのって言って、めっちゃ怒られたよ。いや、でもさ、犬の餌でこういうやつあるよね。なんか怒られちゃったよ。シュークリームも食べたかったんだけどね、全部売り切れちゃってたのね。で、帰ろうと思った時に、奥から出てきたのよ、新しいのは。あ、これも食べなきゃっていいんだよね。このカスタードの方をね、食べてみました。いや、これもうまいね。かき氷も美味しかったけども、クッキーも美味しかったけど、ケーキも美味しかった。でもね、プリン1番、これ2番。いやもう、それ以外ファンク認めないわよ。それでね、店内の女子率が8割で、男の人もいたことにはいたんだけど、一緒に訪れてる彼女の彼氏とか、あとね、娘さんと奥さんを一緒にね、連れ立ってきたパパとか、それ以外はあとね、まあ女性同士とか、もうそういう感じなんだけども、たった一人だけね、男の人がね、もうかき氷好きなんだろうなっていう方が、なんか顔真っ赤にして一生懸命食べてた。ファンクね、勇者だと思う。ポムポムプリンをね、彷彿とさせるね。おじさんいくつぐらい、ファンクと同年代ぐらいの方かな。あんたは男だ。ファンクはね、あなたの気持ちはよくわかる。ポムポムプリンね、もう女性しかいなくてね、ファンクね、すごいきつかったんだけども、あんたは男だ。それではね、ここの味の感想は、ズビシ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 だったよ。いや、とにかくね、いちごが美味しい。それでね、ファンクね、ここ来た時にね、どうしても頼みたいことがあったのよ。いちごミルク頼みたかったのよ。牛乳の中にね、いちごがいっぱい入ってるやつ。で、でっかい瓶に入ってんのよ。それどうしても飲みたかったんだけども、あっという間にね、この日は売り切れだということで、すいません、すごく人気でって言われてさ、あ、じゃあまた来ますと。ファンクそのいちごミルクどうしても飲みたいのよ。いや、もうびっくりするぐらいね、でっかい瓶に入ってんのよ。で、いちごいっぱい入ってて、いくらぐらいかな、そんな高くないよ。500円とかそんぐらいだった気がするんだけども、時間のことをされたときは、そのいちごミルクは確実に飲みますわよ。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京刺激クラブでは、皆様のご相談をお待ちしております。ところでよく、ある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。
バレってどういう意味かしら。